エトラちゃんは見た。私はアカネ。学校に通いながらバンド活動をしている女子大生だ。アマチュアもアマチュアだが、歴が長いのでそれなりにファンの子たちもいる。サンキュー！アカネちゃん！ありがとう！さすがにプロデビューはできないだろうが、すごく充実した日々だ。ただ、あの子、今日もいないな。私がバンド活動を始めた初期からずっと応援してくれている子がいた。ライブ良かったです。ありがとう。昔はファンもその子ぐらいしかいなかったから、よくライブ後に話したりした。名前はゆずりはちゃん。結構おとなしめで、私と同じく学生だった。聞けば私と同じで母子家庭の出身だという。境遇が似てるからすぐ仲良くなった。お疲れ。あれからしばらく経つけど、ここ数ヶ月めっきり顔を見せなくなっちゃったな。ゆずりはちゃんはかなり熱心なファンだった。私が CD を出してないこともあり、実際にライブをボイレコで録音させてほしいとまで言ってきたこともある。家でも歌が聴きたいって言われて、それが嬉しくて許可したんだっけ。そんなこともあったのに、もう飽きられちゃったのかな。勉強が忙しいだけならいいけど、ファン第一号が離れるっていうのはちょっと考えたくない。だから私はライブの度、客席に彼女の姿を探すようになっていた。数日後、昨日もライブ来なかったな、ゆずりはちゃん。もしかして気づいてないだけで私の音楽劣化してるのかな。いや、でも毎日練習とか頑張ってるし。って、そんなの誰も一緒か。やっぱプロになれる器じゃないよね。ん？あの後ろ姿って…ゆずりはちゃん？え、ああ、あかねさん。やっぱゆずりはちゃんだ。久しぶり…どうしたのゆずりはちゃん、そのクマ。ああ、最近少し眠れなくて。何かあったの？いえ、大したことでは。私にとっては大したことだよ。ファン1号の子が見るからにやつれてるんだもの。実は心の調子を崩していたんです。え、もしかして最近ライブに来てなかったのも。はい、あまり外に出られる状態じゃなくて、今はそれでも少し回復したんです。今日なんてこうして外出できたわけですし、このままリハビリしていけば大丈夫かと。それはまあ良かったけど。ねえ、もしよければ何があったか教えてくれないかな。力になれるならなりたいし。あかねさん、恋人といろいろあったんです。え、浮気されたとか。いえ、ただ向こうのお父さんに少し嫌なことを言われまして。何言われたの。俺は付き合い出して1週間後くらいのことでした。私は彼の家に呼ばれて。聞いたよ、ゆずりはさん、君母子家庭なんだって。はい。なるほど、道理でそんな風に陰気なわけだ。え、片親家庭は親から受ける愛が少なくなるからね。だからそんな風に自信なさげにしているんだろう。そういうわけじゃ。口答えかい。目上の人に対する敬意が足りない証拠だ。やれやれ。まったく、片親というのはしつけもろくにしていないんだな。そんなこと。言い訳無用。とにかく何を思ってうちの息子に近づいたかは知らないがね、早く別れてくれ。君の母親に金の無心なんかされたくないのでね。そんなことほざきやがったの、そのクソ親父。それでも私、恋人のことが好きだったから、だから付き合い続けたんです。でもそうなるとどんどん向こうのお父さんからの当たりが強くなって、人格を否定するようなこともたくさん言われて、結局私はメンタルに来てしまって、それで恋人とも別れました。恋人はかばってこんなかったの。はい、もしかしたら私にうんざりしてたのかもしれません。私と別れてすぐ別の女性と付き合い出したとも聞きました。最低。別れて正解だよ、そんなやつ。っていうか、ムカつくのはそのクソ親父よ。ゆずりはちゃんも何か言い返せばよかったのに。ごめんなさい、私耐えようと思えばいくらでも耐えられる性質で、だからその時も我慢しちゃってました。で、限界が来てしまったんだと思います。いや、でもさ、限界が来るまで耐えられるなんてゆずりはちゃんは強いよ。そうですか。うん、でも強いのも考えものだね。人より耐えられるから逃げるタイミングも見失うわけだし。そうかもしれません。あかねさんみたいに自分の心に素直になれればいいんでしょうけどね。え？あ、私みたいに？
はい、自分の心のままに歌を歌って、それで人を引きつけて、正直そんな生き方にも憧れましたが、私には歌の才能なんてないし。いやいや、才能なんて関係ないって。要はどれだけ自分を信じられるかだから。自分を信じるですか？そうそう、自分を信じてこそ自分に素直になれるってもんよ。まあそういう意味で言うと、私ちょっとダメなんだけどね。プロデビューも諦めてるし。なるほど、そうです。あ、どうしたの？ゆずりはちゃん、何かに怯えてる？まさか隠れられるとはね。何かやましいことでもあるのかい？は？誰ですか、あなた？恋人のお父さんです。恋人？何を言ってるんだ。息子はもう別の人と付き合ってるよ。あんたか。あんた、年上への口の聞き方がなってないな。それはギターケースかい？なんだ、もう20を超えてそうな娘が音楽にかまけているのか。ルイは友を呼ぶ。きっと君もゆずりはさんと同じくろくでもない人間なんだろう。ペラペラと欲回るしたね。私よりミュージシャン向いてるんじゃない？あー、でも無理か。あんたの言葉聞いても心が震えないもの。いや、まあ震えてくるけどね。いい年こいたおっさんが程度の低いことほざいてるって事実に。残念ながら君のような小娘に何を言われても響かないよ。もっとちゃんとした肩書きを持つんだね。言葉は何を言ったかじゃなく、誰が言ったかで価値が決まる。へえ、そういうあんたは何者？君に言う必要はないな。じゃあゆずりはさん、今後私の息子には近づかないでくれ。身内が女性トラブルになったら私が困るんだ。大事な時期でね。では。想像してた以上にコミカス野郎ね。え、ゆずりはちゃん、泣いてる。私悔しいです。あの男、私だけじゃなくてあかねさんのことまで、毒でもない人間って。いや大丈夫よ。確かにムカつくけど、あんなのに何言われたって犬に噛まれた程度だわ。気にしない。私が気にします。え、本当は今までもずっとこらえてたんです。嫌なことを言われるたびにムカムカしたものがお腹の底に溜まっていきました。でもそれに身を任せるのは良くないことだと思ってたから。そうだったんだ。でも茜さんがバカにされて黙ってるくらいなら、私は怒りに身を任せます。茜さん、自分に素直になるには自分を信じることでしたよね。ならば今私は私を信じられます。腹の中に渦巻くこの怒りを。でも暴力とかはダメだよ。やりませんよそんなこと。それ以上のことはするつもりですけど。え、お父さん、さっき大事な時期って言ってましたよね。実はあの人、今度市議会議員に立候補するつもりなんですよ。よきっぴょー。恋人に聞いてたから確かです。めちゃくちゃにしてやりますよ。何するつもりなんだろう。それから数週間後、市議会選挙のポスターが街に貼り出された。ゆずりはちゃんが言っていた通り、そこにはヒイラギの顔もあった。社会全体を育てる一人親支援。うわ、マジか。打ち出している政策が一人親支援とか。肩書きは立派なんだろうけど全く響かないわね。そう、私がドン引きしたのもつかの間だった。翌日。何これ、どういうこと。これもしかしなくてもあなたが。そうです、あの男の所業を全てマスコミに流したんです。マスコミは信じたの？はい、彼の私への罵声が入ったボイスレコーダーを持っていきましたから。いつ録音したの？まだ恋人と付き合ってた時です。その日は茜さんのライブを聞きに行ってて、それでいつも通り録音してました。だけどその後切り忘れちゃってて、そのまま彼と会っていつも通り人格否定されたんです。片親だからうんぬんかんぬん。なるほど。で、結果としてあいつの罵声入りの録音が完成したと。ええ、それに気づいた時はショックでした。茜さんのライブを撮ったデータに彼の罵声が混ざってるわけですから、編集しようとは思いましたけど、正直そのデータをいじることすら嫌で、何かの拍子にあの人の声をリピートしてしまったら嫌ですから。でも削除することはできませんでした。茜さんのライブ音源も入ってますからね。なるほど。じゃあまあ、私への愛が今回のリベンジを成功させたってことかな。そうですね。
見つけたぞ小娘。え、ヒイラギ。やばい、もしかしてユズリハちゃんに何か食ってかかるつもり。私が止めないと。あら、誰かと思えばヒイラギさんじゃないですか。どうしたんです、そんなに息を切らして。で、あれ、ユズリハちゃん堂々としてる。この前みたいなお堂々が全くない。お前だな、私の言葉をマスコミ各所に流したのは。名誉毀損だ。でも全て事実ですし、記事に載せると決めたのは新聞各社ですよ。さてさて、善良な一般市民の皆様方は今回の一件をどう受け止めますかね。どれ。ああ、そういえば昔どこかの誰かが得意顔でこんなことを言ってましたっけ。言葉は何を言ったかじゃなく、誰が言ったかで価値が決まる。片親家庭を小バカにするモラハラ野郎の小裸に叫ぶ一人親支援。嘘つき議員出た。え、モラハラの人どれくらいの値がつくか楽しみですね。すごいよゆずりはちゃん。隣にあかねさんがいたからですかね。あまり怖くなかったです。おかげさまで吹っ切ることができました。あの人のトラウマを。今なら何でもできる気がします。ゆずりはちゃんなら何でもできるよ。私が保証する。ありがとうございます。じゃあまず一番やりたいことをしようと思います。え、何？あかねさん、私をあなたのマネージャーにしてください。それからヒイラギは事務所に嫌がらせを受けるようになり、得票率も最下位になった。結果として彼は家族と一緒に逃げるようにして町から出て行ったそうだ。で、ゆずりはちゃんはといえば、すごい、今の今まで数えるほどしかいなかった SNS フォロワー数がとんでもない勢いで増えていってる。まあそれもこれも、ありがとうゆずりはちゃん、あなたの広報戦略のおかげでどんどんファンが増えてく。お願いします。いやいいんですよ、他でもないあかねさんのためですから。でもびっくりだよ、急にマネージャーになるって言い出してからそこまで紐立ってないのに。あかねさんの魅力あってこそですよ。あかねさんを信じてますから。そっか。だけどここまで心の底から信じてくれてる人がこう言ってくれると、私もなんだかその気になってくるな。これからも頑張りましょう。目指してみるかな、プロ。ご視聴いただきありがとうございました。片親だからしつけがなってないだとか偏見にも程があります。誰かに支持される人になりたいのであれば、まずは自分の言動を改めることが大事ですよ。少なくとも人格否定を平気でしてくるような人を支持したいとは誰も思いませんからね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。